確かね、カカシが出てる、今日は。新鮮。よし、じゃあ行きます。カカシね。若い頃のカカシですね。あ、200円や、1回。怖い怖い。え、これ、ある程度動くんやろうな。めっちゃ怖いわ。動け、動け。ちゃんと動くわ。続けますか、じゃあ。迷うな。ちょっとなんか思い切って横ハメに持っていきましょう。傾きすぎたんで。いけ。お、形的にね、奥の方が振りやすいんで、奥を振って横ハメにしましょう。ちょっとやばいな。対角線っぽいところを持ってきます。なんか動け。よしよし、ちょっと思い切って初期位置から。引きかけでどんな感じになるか。はいはいはい、もう手前が抜けそう。じゃあ次、左かけで、もうこれ落ちんじゃない。落ちてきた。これだいぶ熱い形ですね。もうちょっとだけ深くはまってくれたらもっと最高やったけど。うん、これでどれぐらい回るか。オッケー、来た。手前を持ち上げるかね、奥を縦振りするか迷ったんですけど、奥にします。オッケー、弱む、いいとこ行った。これ落ちたんじゃない。あー、残った。頑張るな、カカシ。よし、もうこうなったら普通のね、縦ハメで落としましょう。ここめっちゃいいんちゃう。 OK、 なんか一昔前のクレゲみたい。 OK、 クレゲみたい。 OK、 クレゲみたい。 OK、 ゲット。これ100円台やったら神やったな。よし、今年ゲットです。なんか横にイチゴあったから、ついでにイチゴも取っときましょう。イチゴは確か初日じゃないけどね。あー、右どうやろう。でもうわ、めっちゃ動くやん。なんかでもバー乗せしたから動いただけかもしれないですね。あー、なんかできんかった。左奥にバー乗せしたかったんですけど。あ、すげえ、やば。ここなんか一昔前やな。なんか一昔前のゲーセンな感じしますね。神台やわ。これもうパワー的にいける可能性あるぞ。いけ。あー、惜しい。左手前がバーよりも下に落ちてるときはもう一発で落とせるとき。あー、どうやら。あ、でも下に入った。これはいくんちゃう。いけ。うわ、だよ。なんか変に粘りますね。これせっかく気持ちよくいけると思ったけど、左右やな。あと2手かかりますね。仕方ない。よし、じゃあラストいきましょう。ここ、ここ。いや、このイチゴ台おもろいな。これ最高の台やば。ほんま一昔前のゲーセン。よし、あ、
とんでもない残り方したよ。なんかあそこで落とさへん方が難しいぐらいな。設置してるけど多分このパワーやったらいけるやろ。やわだ。いけるやろ。やわだ。いけるやろ。よし、やったよ。めっちゃ飲料代やな、これやばいわ。これあんねんけど1回200円やねんな。ちょっと他にします。お、ちょっと面白そうな台があるんで、あー動くな。あのちょっと前の景品すぎて忘れた。いけ、OK。なんかでもこんだけパワーあったらいけそう。左爪で奥を引っ掛けてずらしに行く。ずれろ。奥に片方乗せれへんかな。さすがに難しいかな。なんかでも乗りそうですよね。左奥が。この台結構ね、アームのひねりが激しい。 OK、来た。これ熱いんじゃない、この辺揺れるな、今日で、最後、仕上げに乗せろ。 OK、来た。これは狙えるよ。どうやら意外とパワー負けして違う作戦になるかもしれへんけど、ほら、いいとこで、奥に、うわー、ちょっとパワー負けするな。左爪を隙間に入れる。 OK、 これでちょっと奥に送るんだよね。 OK、 ここまで来たらもう一回だけ、いいか、もう一回だけ左アームを隙間に入れて、で、ちょっとまた向きを正しましょう。うん、ここ狙うとどう動くやろ。 OK、 あー、惜しい。さっきみたいな感じで右爪をね、あの場所にかけて景品の重心を左に持ってくる。 OK、 あ、熱い形になったよ。よし、もう右奥落ちてるんでね、これは簡単に落とせると思います。両アームで奥狙い、下の角よりも奥に爪入れます。ここ狙うと下がるはず。ロケミード下がるはず。ロケミード下がるはず。ロケミードゲット。いやー、有料台やな。今日めっちゃ楽しいわ。いろいろ試して楽しいですね。よし、最後炭治郎だけ取って帰りましょう。もうこれ典型的な縦ハメで攻めたらいいんちゃう。 OK、 いい感じや。で、左にこけば、おー、面白い動き方した。ただこれは回しやすい。両アームで奥取って、で、左の隙間にコロッとこう回す。 OK、若干想定外の回り方したけど、まあでも持っていけるやろ、これやったら。なんか特殊な動きしますよね。ちょっとアームの癖が強い。 OK、 ほい、よし。 OK、 ほい、よし。 OK、 ほい、よし。ゲット。角竹が決まった。やりました。いい角にかかった。はい、ということで、ちょっとだいぶ有料設定の橋渡しでしたね。まあ、だいぶ楽しめたんでね、これで初日ごとんってことに帰りたいと思います。あれ、初日ごとんか。4分の3が初日じゃないっていう。ちょっとごめんなさい。
今日はでも星人が少なかったから、まあ仕方ないな、初日も含まれてたってことで許してください。ということで以上、藤野の30ページでした。ご視聴ありがとうございました。